メソジスト監督協会はアメリカ独立戦争の折にメソジスト教徒がイングランド国教会との関係を断たれたのでジョン・ウェスレーの手によって生み出されたキリスト教の教派である。18世紀イングランド、アイルランドなどにジョン・ウェスレー及びその弟のチャールズを中心として展開したメソジスト運動が信徒の働きによって当時イングランドの植民地であったアメリカ大陸に 自職された。折しも、アメリカの独立戦争が勃発し、新大陸のメソジスト教徒は、それまで属していたイングランド国教会との関係を断たれた。そこで、ウェスレイは、トーマス・コーク、フランシス・アズベリーを監督として、アンシュレイを施し、彼らの指導のもとに、アメリカのメソジストの軍を託した。このように、イングランド国教会の忠実な教職者であった。 ウェスレイの願いに反して、節理的にメソジスト監督協会が発足した。ウェスレイは、イングランド国教会の39か条を改定して、ローマカトリック教会との関係など、新しい状況下では、不必要と思われる情報を削除し、25か条としてメソジスト監督協会に与えたので、この教団の基本的な信仰カ条は、イングランド国教会と同じである。 メソジスト監督協会は、19世紀半ば、奴隷制度、また、教会政治の形態をめぐって意見が分かれ、ウェスレアンメソジスト協会など、多くのメソジスト系の教会、教派へと分かれていった。1860年に、アメリカ北メソジスト監督協会から分離した、グループが、アメリカ自由メソジスト協会を形成している。日本のメソジスト監督協会は、 1873年にメリマン・ハリス選挙師が函館に到着し、選挙を開始した。1907年に本田陽一により、カナダ・メソジスト監督協会、アメリカ・南メソジスト監督協会と合同して、監督制の日本メソジスト協会が成立。ありがとうございます。